旅、それは非日常を体験するもの。その土地の自然、食、人々と出会うため、大分県内の道の駅を巡って地域の魅力に迫る大分旅、今回も行ってきます。続いては地域の再発見企画大分旅、今回はこちらの道の駅に行ってきました。大分旅17回目の今回は道の駅浅地にやってきました。さあ、今回一緒に回っていただく道の駅応援団は大分県信用組合大野支店の玉田さんと阿部さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、浅地町なんですけれども、玉田さん、おすすめのスポットってありますか？はい、私がおすすめする観光スポットは遊尺公園です。遊尺公園は江戸時代、岡藩の藩主が家老に与えた別荘地なんですよ。現在は文豪の市が管理をしていまして、公園内にはなんとですね、500本を超える楓やもみじの木が植えられています。はい、ぜひね、浅地町に来た際は遊尺公園にも行っていただきたいと思います。そんな紅葉スポットもある浅地町、こちらの道の駅にもいろんなおすすめのものがありそうですね。はい、楽しみです。楽しみです。早速行ってみましょう。行きましょう。阿部さんもありがとうございます。いろんな道の駅に行ったことある竹尾さん、はい、浅地は行ったことありますか？浅地もあります。なんか奥にカッパの像があるんですね。そうなんですよ。ここ、ね、そうそうそう、カッパ探しました。さあ、道の駅浅地を紹介していただくのは駅長の羽田野勲さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。駅長、こちらの道の駅入った瞬間、もう天井が高くて、そして木のぬくもりがあって、なんか落ち着きますね。そうなんです。この天井見ていただけると分かるんですけど、はい、この梁が出てる、このスケルトンログ工法といって、はい、柱が1本もない建物になってるんですね。はい、なんでこの空間が結構広々とした空間が取れてます。あ、そうなんですね。はい、でまた朝から多くの人が訪れてますね。そうですね。はい、こちらの道の駅の特徴について教えていただけますか？ここはですね、まず椎茸、うん、これがやっぱり生産者がすごくて、ものすごくいい椎茸が取れるということで椎茸、それから、綿田米、はい、とてもものすごく美味しいお米が取れる、はい、綿田っていう地区のお米なんですけど、はい、こちらのお米が人気ですね。そうなんですね。私、椎茸も大好きですし、で、お米って今おっしゃってましたけれども、実はこちらにたくさん積まれてるんですよね。はい、この綿田米が結構有名で、はい、そうなんです。はい、竹田市の岡城っていう、この岡藩御前米って言って、はい、うん、岡藩のお殿様が食べていたっていうお米なんですね。貴重ですね。はい、だいたい標高が400メーターぐらいのところで、昼と夜の寒暖差があって、はい、お米には非常に快適な標高なんですね。で、土も粘土土で、はい、すごく水持ちがよくって、はい、お水も湧き水が溜まったため池から全ての田んぼに行ってるので、うん、川に一度も流れずに田んぼに入ってるんです。じゃあ、とても綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な水が、そんな水で作られた綿田米、そうなんです。食べてみたいですね。で、今回はですね、はい、ご用意してます。ありがとうございます。ね、ぜひ食べていってください。はい、駅長に一押しの綿田米をご用意していただきました。それでは阿部さん、早速いただきましょう。いただきましょう。はい、駅長、はい、すっごく美味しいですね。そうでしょう。はい、阿部さん、どうでした？はい、石田さん、感じました？感じました。ほのかな甘みと、この鼻にスッと抜けるお米の美味しそうな匂いがとっても美味しかったです。感じました。もうまさにそのコメント通り。いや、本当に味付けされてるのかなって思うぐらい、ご飯そのままでいけちゃいましたね。はい、全然ご飯だけで食べてよかったです。ありがとうございます。ちなみに、このご飯に付け合わせるとしたら何がおすすめですか？もう私はもう漬物ですね。まあ、今だったら大根葉とか白菜の漬物とかなんですけど、はい、白菜の漬物だったら何杯でも食べれますね。おー、
食欲の秋ですからね。駅長のおすすめがその白菜にカボスをかけるんですよ、はい、醤油も何もかけずにカボスだけ。なるほど。それとご飯がまた合うんですよ。地のものだけでね。そうなんです。あ、これは食べてみたい。甘くて美味しい。さあ、ここからはこのサイコロを使って駅長に道の駅を PR していただきます。その名も答えてください。せーの、朝日ビューポーズ。PR 内容はご覧の6項目です。さあ、今回サイコロを振っていただくのは研修の玉田さんです。はい、お願いします。いきます。はい、さあ、あちらですね。今回は3です。サイコロの目3は、うちに来たらここを見て。駅長、ここを見てってどんなところでしょうか。こちらのテイクアウトコーナーです。テイクアウト、ソフトクリームやコロッケなどいろいろありますね。はい、ま、中でも、はい、あの豊後牛メンチカツ、こちらの方がおすすめです。今日はね、あのぜひ食べていってください。ありがとうございます。じゃあ今回は試食を玉田さんにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、駅長にこちらのメンチカツをご準備いただきました。それでは早速ご試食お願いします。はい、いただきます。美味しいです。あの本当に揚げたてですごいいい香りがぶわっと広がって、あの豊後牛の味がしっかりしてとても美味しいです。もう初めてのコメントとは思えないぐらいお上手なんですけれども、隣にいてもね、あのいい香りがきます。どんな特徴があるんでしょうか。あ、もうね、豊後牛だけを使って、できてるんですけど、うん、ま、あの肉汁を中に閉じ込めるような感じでふわっと上がってますし、はい、あのお肉の甘さも感じられるとは思います。いや、ちょっと私も食べてみたいですね。ね、豊後牛がギュッと詰まったこちらのメンチカツ、道の駅に来た際はぜひこちらもチェックしてみてください。さあ、神谷さん、はい、こちらのメンチカツいかがですか。いや、食べてみたいですね。石田ちゃんもさりげにね、豊後牛ギューっていうね、ダジャレが出ました。全然それが聞いてないけど、これはですね、はい、ブルービーという、あ、ブルービールリソフトです。こちらも珍しいので、ぜひ。17回目の大井旅、今回は道の駅朝日からお届けしました。それでは最後に、テレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい。朝日町は自然がとても豊かで、美味しい食べ物もたくさんある魅力あふれる町です。皆さんぜひお越しください。地元の新鮮な野菜や、手作りの美味しい加工品がたくさんあります。ぜひ道の駅朝日に足を運んで、遊びに来てください。ぜひ道の駅朝日で美味しいものたっぷり味わってください。それでは道の駅朝日から、せーの、よい旅を。